イタリアで新しいブランドを披露しました。有田焼創業400年に合わせて開発した新しいブランドがイタリアで開幕した世界最大規模のデザインの祭典で披露されました。国内外のデザイナー16組と県内の窯元や商社16社が食器や工芸品など300種類を制作しました。新しいブランド名は2016です。